これなんだ？正気だ。くるーくるー。こいつはやばいな。少しくらいなら進めそうだが。危険です。一旦引いた方がいいと思います。今のって何なんだ？正気。魔界の断りでできたガスです。魔界の住民たちが生命活動を行う上である程度必要なものだそうです。でも人間にはすごく毒なんだよね。私の仲間たちはみんなあれにやられたのでしょう。でも間違いありません。あの洞窟にプルートがいます。だとすると何とかして入る方法があればいいんだけど。正気をなくす方法ですか？オリジンに頼むというのはどうだろう？オリジンって精霊の王様だろ。昔話によく出てくんぜ。今のアセリアの基礎を作ったやつだって。あの正気を浄化するには万物を司るくらいの力でないと難しいかもしれない。オリジンだったら世界中の正気も浄化できるんじゃないかな。かもしれないな。でもさ、オリジンまた出てきてくれるかな？オリジンが姿を見せたのはラグナロクの時とダオス戦役の時だけだと言いますから。ダメかどうかはやってみないと分かんねえだろ。そうだね、行ってみましょう。オリジン、よくぞ来た。お前たちがここへ来ることはある者から聞いて知っていた。ある者だとすれば話が早い。我が力を欲するならばお前たち自身の力を示せ。それが汝らに与えられた試練。やっぱ戦うんだな。怖いか？うん、ここまでたくさん戦ってきただな。怖くなんてねえよな。クール。ならば来い。我を恐れぬとはいい度胸だ。怖くないわけじゃない。怖がっててばかりじゃ意味がないって分かっただけ。堂々と突き進まねえとな。それが勇気か。ではその勇気我の前で明かし立てよ。本気でいく？いでよ、創生の輝き、ビッグバン。
砕く魔術となれ。お前たちの力、しかと心に刻んだ。我が力、お前たちに預けよう。こいつだよな。よし、そいつで一気に世界全部の正気、浄化しちまおうぜ。残念ながら、もはや我一人の力で世界全体の正気を浄化することはかなわぬ。プルートは地下世界で力をつけた。奴を撃たねば。プルートを倒せばいいんだな。し、わかった。行きましょう。待て、小さき者よ。お前だ。僕？そうだ、お前の知りたがっていた真実を教えよう。僕のってまさか。お前は音を司る者、音の精霊グラムロックだ。僕が音の精霊？受け入れよう。これが真実だ。だってそんなこと突然言われても僕思い出せないし。どうしてエトはそのことを忘れてたんですか？多くの過ちがゆえ我がお前から記憶を奪った。あなたが？お前は。それ以上言わないで。僕は思い出したくない。そんなことしたら。何言ってんだよ。だって僕今と違う自分になっちゃうよ。それが怖いんだ。何弱っちいこと言ってんだよ。エトが今と違うエトになってもこれまでがなくなるわけじゃねえし。そうだよエト。よかろう。受け入れるもよし、拒むのもまたよし。すべてはお前が正しいと断じた方向へ進むがよい。分かった。では改めてネルヴィの洞窟、プルートのところへ。戦役以来だな。その説は随分と世話になったが、こたびは何用だ。魔界へ帰りなさいプルート。かつて共に戦った者を不当に排除するか。不当に地上を侵略しているのはそちらです。精霊王との契約で閉じられた扉を開き、地上を正気に沈めた。精霊王との契約か。確かにそんなものもあったが、しかしもはや数千年も前の朽ち果てた約束。精霊の王との崇高な契約を
朽ち果てたと。知らぬようだから教えてやる。もともとこの地上は我々のものだったんだ。なんだって？ラグナロク、この地上はその影響で正気の海に満たされていた。我々魔界の民はその正気の海から生まれたのだ。百数十年にわたって我々はこの地上を支配した。そんな嘘だ。嘘ではない。その世界の支配者たる我々を、精霊をオリジンは魔界へと放逐したの。世界をラグナロク以前の人の世界に戻すため。だから今度はお前たちがそれを自分たちの手に取り戻そうというのか？その通り。それが我ら魔界の民の悲願。やがて全ての町が正気の底に沈む。我が幾億の同胞たちが魔界より姿を現し、世界をその焼酎にするだろう。そんなんさせねえ。な、すずちゃん。はい、あなたを倒して私はこの世界を守ります。我らは悲願を阻む。許すわけにはいかぬ。来い、叩きのめして、その魂魔界の底へ封じ込める。本気でやり合えると思っているの？思ってなきゃ戦ったりしないっての。これ以上地上を怪我させないから。思い上がりも甚だしい。返り討ちにしよう。何が返り討ちよ。こっちがコテンパンにしちゃうんだから。我に従え。
そのポットはもともとバジル博士のものだった。バジルだ。まさかバジルのやつ、魔装術を完成させていたとは。魔装術？そういえばバジル博士がそんなことを。プルートはその強い魔力で魔界の者たちを統率している。その魔力、カリスマ性の根源こそ魔魂だ。それを人工的に作り出し、魔界の者を操るのが魔装術だ。つまり今のはプルート対偽プルートの戦いだったってことか。まあそういうことになるな。おそらく普段のプルートならば通用しなかったかもしれないが、私たちとの戦いで弱ってたからだろうな。バジルさんが最後に俺らを救ってくれた。そうだね。さてと、君たちはいつまでここにいるつもりだい？そうだ、プリズムリングを消しに行かなくちゃ。ちゃんと覚えてるって。戻ろうぜ、元の時代に。